アンチアーテッドシリーズアンチャーテッド地図なき冒険の始まりアンチャーテッド地図なき冒険の始まりはソニーコンピュータエンタテインメントの子会社スベンドスタジオより開発され2011年12月17日に発売されたアンチャーテッドシリーズ4作目となるプレイステーションビータ専用アクションアドベンチャーゲーム略称には UC がとビーターアンチャがある 本作品は、海洋冒険家、フランシス・ドレイクの子孫を自負するプロのトレジャーハンター、ネイサンド・ドレイクの成長の冒険を描いた、アクション・アドベンチャー・ゲームである。シリーズ世界累計出荷数1700万本、エアス2010ゲーム・オブ・ザ・イヤータ受賞数300以上を誇るアクション・アドベンチャー・ゲーム、アンチャーケットシリーズの、シリーズ初となる携帯ゲーム機専用のタイトル。 シリーズクリエイター、ノーティドッグの監修の下、ポータブルゲームの制作に特化したゲーム開発会社、スベンドスタジオが開発を担当した。2011年1月27日のプレイステーションミーティング i n g 2011で初公表され、開発段階のものが p s Vita のデモンストレーションに使われた。日本では p s Vita の発売に合わせるため北米より先に発売されている。 p s Vita のフロントタッチパネルと背面タッチパッド、ジャイロセンサーなどの新機能を活用している。時系列は PS3 専用のメインシリーズ第一作目のストーリーの前の設定。リリースを p s Vita の発売に合わせるなど開発期間が短かったためマルチプレイヤーモードは搭載していない。毎年500点以上の出展が展示されるヨーロッパ最大級のゲーム見本誌である。 ゲームズコムにおいてベストモバイルゲームアワードを受賞した成績がある。PSB タのテレビ CM 遊んだら仲間だ一編、ではエータが本タイトルをプレイする映像が使われた。国内でのテレビ CM ではアドベンチャー映画インディ・ジョーンズの主人公として有名なハリソン・フォードが起用され2011年10月22日より放映開始した。本 CM はハリソン・フォードが 本タイトルをプレイすることに他の物事が目に入らないほど没頭してしまい、モーションセンサーを使った操作をする際に思わず手元のグラスの水をこぼしてしまいそうになるという設定となっている。キャッチコピーは、さあ、新しい冒険へ。で、ゲームをプレイした感想である、やばい。は、ハリソン報道自身が書道で書いたものである。発売の10日後、 プレイステーションストアで体験版の配信が開始された。体験版では、チャプター4と10がプレイできる。p s v た TV でのプレイには、来たを。本シリーズのシステムは、3D アクションと TPS の要素を組み合わせたもので、あり、登る、飛び越しる、ロープを使う、泳ぐなどのアクションを駆使して進めていく。ステージには武装した敵兵がおり、銃撃戦や、 ステルスキル等で倒すことができる。武器の種類は豊富であるが、一度に持つことができるのは、ハンドガン系の武器一つとロングガン系の武器一つ、グレネード四つだけである。これらの武器は、あらかじめマップに置いてあるものを拾ったり、倒した敵が落とした武器を拾うことによって、補充することができる。本作では、p s Vita の様々新機能が活用されている。キャラクターの背中を、 さっと触るだけで、段や障害物を越えたり、ロープを使うときに、ジャイロセンサーで勢いをつけたり、バックタッチパネルで指を上下に動かすことで崖を登ったり、標準は、ジャイロセンサーを使って合わせるなど、ボタンとスティックの操作の他に PSB 他の新機能を使うことによって、キャラクターとプレイヤーをシンクロさせるような操作感が得られるとしている。時系列は、 プレイステーション3専用のメインシリーズ一作目以前の冒険を描く。舞台は中央アメリカ、かつて多くのネイティブアメリカンとスペイン人が戦争を繰り広げた土地に膨大な遺産が眠ると聞き、駆け出しのトレジャーハンターのネイサン・ドレイクは友人のジェイソン・ダンテと共に冒険を始める。そこで彼らは姿を消した。 考古学者の祖父を探している、マリサ・チェイスという謎の女性に出会う。遺跡に隠された謎を解くうちに、伝説の黄金都市、シーボラへの鍵である黄金アミュレットの存在を知る。そこでネイトは、様々なトラブルと会うことになり、プロのトレジャーハンターへと成長してゆく。プロローグマイナストレジャーハンターの誕生一冒険の、始まりにトラブルの予感3、ん、ふうネバ、 燃え上がる部屋後それなしでは逃げられない六指を折る。ことになるな取引成立派。しまとトロープ9。祖父の功績10泥水にかける橋11拾った。ものは、自分のもの1に大事なアミュレット13聖域十14。引き返さない。決意15。悪霊除けのキメラ16から7人の死罪の部屋17。10をよこせ18人のために血を流す。19。 価値の証明20危険な賭け21下流へ22ずっと昔の話23目立たないように24戦争の始まり25から言い忘れていたこと26見た目よりも遠くにある27時獄の入り口28ダンテ将軍29.5区への門30亡霊の湖31地の池にへ32後戻りなし33自らの手をけがす34 革命の終わりアンチャーテッドシリーズでは実在する武器をモデルとしたものがよく登場する。クナ族アントニオ・デメンドウサエ・ステバニコ、オデッサ採掘会社国際遺跡事務局、コンキスタドールセテシダデス・マルコス・デニサ・サーペントジーン、フランシスコ・バスケス・デコロなどイルハン、ありがとうございます。